あれ、ツガが弱いな。どうもこんばんは、ワドです。あれ見えてる？あれ好きだよね。見えてたら教えてください。今日はね、2019年1月の22日火曜日、夜中の0時23分です。どうもアンチトツマチです。ガムだね。画質音声 OK、 ありがとう。じゃあコラボ突やりますか。言いたいことある人はアンチよ。言いたいことある人は上がってください。最近稼ぎ悪いよ。あ、灰皿ねえな。シャレと言ったら便所さんおしゃれじゃない。寒いよ。便所さんおしゃれだと思うけど。ワッチバブルの終焉。タイトル変わってんじゃないかな。これ有名なのかな。どうなんだろう。あなたの有名な基準がどこぐらいかじゃない。まあ歌舞伎町とか新宿とか池袋とか渋谷とか、なんか大きい街歩いてたら一日一回声かけられるぐらいかな。和道さんですよねって。知らない人に声かけられる。和道さんって。今日も声かけられたね。それくらいの知名度かな。エワドツ。もうネットで有名っていうより、もうネット自体がポピュラーになってるから、なんか、そこそこ有名になったかもしんないね。声大好き、ありがとう。俺、声かけられるのは嫌じゃないよ。全然嫌じゃないよ。ずうずうしい人とか嫌だね、なんか。親しみ込めて、なんか愛情込めて喋りかけてくれる人は好きだけど、
なんかずうずうしい人いるから。そういうのは、目の前で注意するかな。そういうのやめて、みたいな。気分悪いから、それマナー違反しようとか。普通におっさんが多いね、そういうの。おっさんがそういうことするかな。勝手にパシャ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 写真撮ってきたりする人とか。ほっぺたにチューぐらいだったらいいよ。ほっぺたかおでこ。かわいい女の子だったらね。いや、どかたっぽい。なんつうんだろう。まあ、察してほしいかな。なんつうか、低能な、四五十代の感じかな。いいじゃん、嫌われてても。抱きつくのはいいよ。抱きつくのは全然 OK だよ。可愛いなら抱きついていいかな。おっさんでチューは、ツイッターで晒されていいんだったらいいよ。ツイッターでガッチガチに晒していいんだったらいいよ。解放みたいな人がキスしてきたら警察に行くね。警察に行く。ちょっときつすぎるね。で、裁判で訴えるかな。まずは刑事で、刑を確定させて、100%勝てる状況で、簡易裁判で50万取るかな。いや、通報レベルでしょ。事案だよ、事案。逮捕そういえば全然あれだね。配信来なくなったね。最近全然来ないね。つばにゃん。まあ、許すかな。全然ハグとかチューとか、口は嫌だけど。ほっぺたかおでこにちゅうぐらいだったら全然対応する。ただ、すっげえステッカー買ってほしいみたいな顔するけど、それでもいいの？めちゃくちゃステッカー買ってほしそうな感じの対応するけどいいの？あーってずっと言ってるけどいいの？お前らの方がめんどくさいと思うよ。俺に話しかけて。あー、ステッカー。みたいな それマナーだから。安いのが500円、高いのが1000円だから、500円握りしめて会いに来て。いや、嫌いだね、俺は。いや、それだったらもう紙対応するから。全然。ステッカー買ってくれたら紙対応でしょ。ステッカー買わないのに配信者に声かけたらダメって覚えときな。いや、ステッカー買って。在庫の嵐だから。配信者ではないでしょ。いや、ディープキス嫌だね。嫌だね。なんか、リスナーさんそういう関係になりたくないよ。なんか、リスナーさんと色恋本当に嫌なんだよね。絶対報われないから、惚れたくもないし、本気になられたくないよね。最初にステッカー買わせてくださいから入ってくるリスナーさんはマジでマナーいいと思ってる、正直。だって雑に扱えないんだもん。どんなことがあっても雑に扱えないから、すげえこの人大人だなっていう。私客だからって言って入ってくるんだよ。それはね、でかいでしょう。正直なんか、あ、なるほどって、この人大人だなって思うね。帰り際に、
こう、ステッカー買う話とか嫌だね。もうステッカーから入ってほしいね。あ、いつも持ってるね。財布の中に入れてるから。和藤さん、ステッカーくださいって言われたらもう雑には絶対扱えないから、もう写真撮ろうが、抱きつこうが、何されようが、もう神対応だよね。正直。ステッカー後で買いますねの買わない率の高さよ。後でステッカーくださいねのステッカー買わないやつらの、もう本当なんか、こっちからも言えないし、すげえなんか、何なんだこのモヤモヤした気持ちみたいな。イベントで多いの。後でステッカー買うんで、みたいな。邪険にできなくて散々神対応したあげく、あのババアどこ行ったみたいな。いや、俺言えないんだよ、ステッカー買ってくださいって言えない人なの。ヒカルくんとかすごくて、ヒカルくんって来ると、初対面の返しが、ステッカー買ってくださいって本当に言うの。俺すげえなって思うの、ヒカルくん。ズーズーシーとかじゃないんだよ、もう、はっきり言うのよ。パって会いに来た初対面でステッカー買ってくださいって本当に言うの。ネタじゃなくて。あれね、すげえかっこいいんだよね。さすがね、半年間で350万円ステッカー売った男だよね。現金ストレートにもらったこと何回もあるよ。何回もある。あ、いい言い方。ステッカー新作出ましたって。うわ、すげえよ。うわ、営業上手。あ、でもね、俺もそれも言えないかもしんない。それも言うの、ちょっとあれかもしんないわ。おい、27号、自演やめろよ、ほんと。ぶっ飛ばすぞ、てめえ、この野郎。てめえよ。こんなどかそで62人しか見てねえのに、自演コメントとかやめろよ、27号。妻にゃんは綺麗だと思うよ。なぜかみんな子供っぽい女が好きなロリコンが多いけど、ふわっちは大人の女は不人気だね。おい、てめえ、爆走てめえ、この野郎、27号。他行け。ふざけんなよ、自演コメントなんか、お前、どかそにお前、自演コメントとか、お前、恥ずかしくねえのかよ、お前、ツバニャンが大人な女なっていうの、本人しかいねえだろ、バカ野郎、お前。韓国行ってもう一回整形してこい、バカ野郎。話はそれからだよ。ふざけんなよな、本当に。どこが大人なんだよな。狐枠だからって何書いてもいいと思ったら大間違いだ、ほんと。大人な女は配信なんかやらねえよ、バカ野郎。フェイフェイ。フェイフェイフェイ。つまにゃんって顔がつまんない。すげえディス。あいらやっぱちげえな。すげえディスだな。かっこいいよな、ほんとに。すごいよね。オシャンティユキチから来ました。誰だろう、ユキチちゃん。オシャンティユキチが分かんないけど。ツバニャンに囲いコメントなんか一つもいらないな。お前、同級生の女の子にあだ名にクソがつくやつ聞いたことあるか？少なくとも男でも女でも同級生とか親しい友達にクソっていう しかも女性だからね、クソっていうあだ名がついたやついるか？爆ソだぞ。うんこなんだよ。爆ソってすごいよね。誰がつけたんだろう、爆ソ。頭おかしいよね、本当に。いや、クソがつくんだよ。仮にも女性なのに。どんな生き方したんだよ。爆ソ。クソなんだよ。金梅さんがつけたんだ。すげえな。汚ねえよな、本当に。
さすが金梅さんだよね。あ、金梅さんなんだ。いや、ネーミングセンス半端ないよね、爆走。いや、水にゃんと、なんだ。いや、わかんない。爆走ってすげえよな。すごいでしょ。コステとか呼ばれてんだよ コステとか言って。いや、俺ね、本当にね、なんだろうな、なんだろう、なんだろうな、本当に。めちゃめちゃダメな女だなと思ってんだよ、本当に。なんか本当にいいところが一つもない女っているんだなと思ったんだよね。つばくそからなんだ。本当にあんなに性格嫌な女いるんだと思ったの。ナチュラルスーパーヒールだよね すげえな ナチュラルスーパーヒール。そう。演じてるんならまだヒールかっけえなってなるんだけど、ナチュラルだからね。褒めるところが本当にないんだって、本当に。コステ山に子供捨ててきた発言は、俺、絶対に女の人が言っちゃいけない発言だと思うんだよね。少なくとも自分の子供に対する愛情があったら、そんな発言ネタでも言えないと思うの。空之助最近来ないけど、今日の枠たまに来たかな。いや、ひどくない？ひどいとかいうレベルじゃなくて、もう自分のその子供がその動画を見たらトラウマになるレベルだと思うんだよ。トラウマっていうか、虐待の域じゃん。あれ、子供を産んだことある女性だったら絶対わかると思うんだけど、あんな発言ネタでも言えないと思うんだよ。子供を捨ててきたとか、子捨て山に子供を捨ててきたとか言えなくない？マジですごいよね、本当に。悪気はない悪魔なだけ 初めてフォローコメントが入ったよ。つばにゃんに初めてフォローコメント来ました。悪気はないんだよ。悪魔なだけなんだよ。つって。すごいよね。ああ、空之助結構好きな顔のタイプだね。グレるとかじゃなくて、ほんとトラウマになると思うんだよね。自分は馬捨て山に行くって。いや、もうほんと女の嫌なところの集大成。女のダメなところの集大成みたいなのが俺爆走だと思ってるの。だから俺ね、つばにゃんさらにキャラを磨いてもらって、ツイッターとかで、なんか、なんつうんだっけ、フェミニストって言うんだっけ？いるじゃん。政治家とかでも女性に人権をみたいなタイプ。俺ね、つばにゃんになってほしいのは、フェミニストの政治家になってもらいたいの。通称フェミ。わかる？つばにゃんにぴったりのキャラクターなんだよ。なんか女性は、フェミニスト、もう最高に似合うと思わない？ヒールの、スーパーナチュラルヒールで、フェミニストに転向したら、俺最高にキャラ立ちすると思うんだよね。ありがとうございました。え？んなのばっかりやもんな、本当に。あれ？電波戻んのか？
はい、どうもどうも。すいません。2019年1月の22日火曜日、夜中の0時55分です。バグだったんで、もう一回枠取り直しました。お疲れっす。すいません。枠取り直しで迷惑かけて。まあ、さっきの話じゃないんだけど、結構傷つきやすいというか、繊細なメンタルなんで、自分からね、仲いい人とか言えない性格なんですよ。めちゃくちゃコミュ障だからね、俺。めちゃめちゃコミュ障。あいわどつ。あいわどつ。なんかさ、自分が仲が良くてさ、友達だと思ってた人に、俺違うよとか相手に言われたらすげえ傷つくじゃん。だからね、仲のいい人とかね、人に言えない。俺めちゃくちゃコミュ障だよ。めちゃくちゃコミュ障。髪の切ったね。うん。バッサリ切った。昨日かな？一昨日かな？うん。そう見えないって言われてもそうだからな。コミュ障だよ。コミュ障。すげえコミュ障だね。顔と生活さらした配信で、いやいや、コミュ障の意味を分かってない。コミュ障の意味を分かってない。コミュ障の定義を理解してない、75さんが。コミュニケーション障害だから。今日いないかもね。まあまあ、来たら来たで。なんで解放の面倒を見たの？俺は別に来るもの拒まず、去るもの追わずっていう生活だね。性格。コミュニケーション障害だね。東京で声かけられた時ちょっとコミュ障っぽかった。もうちょっと喋ってあげても良さそうだった。だから、まあそういうことだよね。めちゃくちゃ、あれだもん、コミュ障だ。だってネットって別に、さあ、フェイスフェイスで相手の顔とか見えるわけじゃなくて、文字とやり取りしてる感覚だから、俺は。なんだろう。なんかみんなからすると、リアルに合ってる感覚、テレビ電話みたいな感覚なんだろうけど、俺からするとさ、ここに文字が並んでるだけじゃん。だから、なんだろう。文字、なんだろうな。文字とか概念と語り合ってるっていう感覚だから。うん。だって、文字ベースだと相手がどんな気持ちかとかあんまりわかんないじゃん。そう。配信は自分で打つ、見られることは別に平気なんだけど、相手の顔色とか、相手の雰囲気とか、相手が何考えてるのかとかわかんないから、すげえ怖いんだよね、人が。人が怖いの、普通に。そう。だって俺は自分の顔が映ってるだけだから、鏡見ながら喋ってる。鏡と文字を見ながら喋ってるだけだから、別に自分の顔見慣れてるわけじゃん。普段から見てるわけだから。だから緊張とかしないしさ。うん。配信はまた別でしょ。だこれが200人本当にいたら緊張するでしょ。何喋っていいかわかんなくなるでしょ。あー、予算は全然違うキャラクターだよ。金梅さんもそうだし。二つだね。コミュニケーション異常に得意か異常に下手かの二つ。みどりさんも超コミュ障だし。みどりさんなんか人がいっぱいいると帰るからね。うわって言って帰るもん。あと出番まで外歩いてくるわとか言うね。香川さんは会ったことあるけど、コミュニケーションすごく取れる人だね。取れる人。香川さんは。ヒカルくんとかもコミュニケーションめちゃくちゃ気遣いで取れる。アイラは会ったことないからわかんないね。俺はあんまりリアルで、そう、大人数に囲まれたいとかないね。正直。だからリアドスとかもなるべくやらないようにしてるかな。
もう本当にイベントっていう感じで、自分ガッチガチに作っていくもんで、リスナーさんと会う日は。まあね、有名にならないとわからないだろうな、そこは。今日もね、一人は、わどーって話しかけてくれたけど、私リスナーだよって話しかけてくれた女の人いたけど、あ、わどーだとか、ないでしょ、みんなの人生で。街すれ違って、聞こえるか聞こえないぐらいかの距離で、2、3人が、あ、あれわどーだよとか。歌舞伎町の発砲事件、今日取材行ったよ。YouTube に動画上げた。まあ配信は普通の人だったらやむだろうね。俺は楽だけど、引きこもり体質だから。ああ、忘年会は、もうね、二席またいで一番奥の席行ったの。一番奥の一番端っこの席行ったら、さすがにドレさんが気使って、ワドって、詰めなきゃダメだよって言ってくれて、俺それくらいダメなの。一番奥の一番端の席に座ろうとしたら、ドレさんが、いや、ワドって、それ二席空いてると。二テーブル空けたらまずいと。だから、お前はコミュ障なのわかるから、こっち来いって言われて、一番端の一番奥の席に。あれはドレさんが気遣ってくれたの。俺はさらに奥の、ぴょこたん先生がゲームやってた席に座ろうとしたから。そんな感じだね。まあ、有名っていうか、街中歩いてて声かけられないことはないね。いや、歌舞伎で発砲は、俺、現場に行ったから、俺のツイッター見てみなよ。テーブル開けて二席っていうか、もう反射で一番奥の一番端っこの席に座ろうとするんだよ。座ろうとするんだよ。だから、さすがにそれはマナー違反だろうっていう。ぴょこたん先生いたよ。ぴょこたん先生いたいた。コミュ障っていうかね、人間嫌いなんだよね。人間嫌いなの。嫌なんだよね。人間が。嫌いなんだよね。人間好きなんだけど人間嫌いみたいな。ああ、絶対嫌だ。真ん中に座る人の神経がわかんないんだよね。すっごい嫌だね。すごい嫌だ。おっさん臭いですかって、臭いですよ。臭くないわけないでしょ。余裕で臭いよ。配信者同士っていうかね、物理的な問題のことの方がいい。なるべく1対1で会うのと普通に話せる。まあ、3人までも普通に話せる。4人から変な感じになるね。4人人がいたら、自分含めて4人、3人いたらもうだんまり決め込む。で、それが増えれば増えるほど、だんまりになってくるね。だから、4人以上はずっと黙ってる、俺は。話すなら3人までだね。こんばんは。こんばんは。バドさん、今日、なんか、ステゴロフリー出るの？バ出ドるさん。よ。出イヤるホン、の？いえ、ちょっと待って、イヤホンつけてる？いや、つけてない。いや、コラボ上がるとき、イヤホンつけないと、ハウハるンよ。グする。ちょっと、俺は許してよ。俺は、ちょっと。エポは許してください、先輩。いや、許すじゃなくて、見てる人が、ハウって聞こえなくなっちゃうから。そんなね、なんか、ボンゲルみたいに顔変わったよね。太ったの？マロ君。マナー守れない人はいりません。はい、次。関係ないとか言って、リスナーさんには関係あるからね。マナーだからね。いや、今のは舌がんで、若いやつで、えとっていうやつなんだけど、舌切り落としちゃったの、舌がんで。あ、喋り方はね、しょうがないの、彼は。舌切ってるから半分。イヤホンつけないのはね、マナー違反でしょ。
若くて舌がんになっちゃって、もともと配信長いんだよ、エトって言うんだけど。で、舌切ってああいう喋り方になっちゃったから、喋り方はね、しょうがないんだよ、病気でなったから。そうそう、舌がん。うん。若くてもなるよ。まずまず。まあ、有名だよ。ニコ生から古いやつで。そうそうそう。病気病気。まあ、配信やってたらそんなのね、マナーだからね。酔っ払ってるわけじゃない。だいぶ滑舌良くなったけどね、あれでも。もともとは普通に喋り、バーって喋り、まくし立てる喋り方する、結構饒舌な配信者だったんだけど、癌になって切り落として、もう最初は何言ってるかわかんなかったもん。だいぶペラ回るようになってきた方だよ。うん。まあ、凸にはいらないよね。アウトロー系で売ってたの知らない。エトがアウトローだったかどうかは。ベロベロ。ベロを切り落としてんの。痩せると老けるよね。最近ほんと老化が激しいなと思って。うん。いやー、もう毎日5キロ走ってるからね。配信は好きっすね。6年毎日やってますよ。うん、下半分ないね。下半、熊やばいんだよ。本当に。最近本当やばい。俺もびっくりしてて、抜けないんだよ。熊が。病気かもな、これな。でもね、去年半年ぐらいからね、やっぱ半年前は顔色いいんだけど、血便出るわ、血尿出るわ、黄疸じゃなくて、尋常性白斑って言って、神経おかしくなって、脳みそおかしくなって、自律神経もおかしくなって、また白斑が広がってるんだよ。人生は楽しんでるけど、ストレスは多いかな。いやー、もうこの半年だね、一気に老け込んだ。ああ、いや、ゲイの人にモテるし、最近なんかヒドンナにロックオンされてんだよね。ヒドンナにこの前会ったんだけど、ワドさんタイプよーって、ワドさん素敵って言い始めて、え、ひどんな、100点、最高の男は100点ね、っつって。で、70点以上はやりたくなる感じねって。で、40点以下は赤点だから絶対に会いたくないとか、ブサイクってレベルで、何点って聞いたら、和道さんは、そうね、80点って言われて、え？と思って、結構高得点叩き出したなと思って。で、それはそれで終わったの、配信外で。80点って言われて、ひどんなに。でもね、そしたらひどんなのリスナーから、なんか、鳩が飛んできて、和藤さん、ひどんなとなんかあった？って言って、いや、この前あったよ、つった。ひどんなが、受話器で、和藤さん、すごい素敵とか、和藤さん、ほんとタイプなのって言って、本当に惚れそうって、ずっと言ってるよって言って、えとか思って。ロックオンじゃんと思って。すごいよね、本当に。やだわ。なんでひどんなとのりこと俺の三角関係とかもめちゃくちゃだよな、本当に。地獄絵図だよ、本当。寄り目と48とゲイの三角関係だよ。めちゃくちゃだよ、本当に。やだよ。なんで俺ひどんなと恋愛関係にならないといけないの、もう。だから、ロハコさんも俺のこと好きだったじゃん。なんかね、ゲイに受けるんだよ。昔からなんだよ。身長170だね。いや、もうめちゃくちゃだよ、本当に。いや、抱かないわ。いや、のりこも引かないかもしれないよね。うん。ネタにならねえだろ、ほんと。シャレになんねえわ。結構ガチで言われたからね。ワドさん、あら、意外かっこいいわね、って。
じゃあお前らが行けよ。ふざけんなよ、ほんと。あ、神の子純はまだね、顔整ってる感じだよね。ひどんななんかお前、モンスターじゃねえか、お前。お前、化け物だろ。あれ、お前、江戸時代とかだったら、なんか焼き殺されてるぞ。村人総出で。村人男で100人で鍬持って、最後吊るし上げて焼き殺されるレベルだよ。村八分だろ、本当にあんなもん。オカマからモテるん、いや、オカマは別に嫌いじゃないよ。性同一性障害、オカマゲイ、なんでも全然嫌いじゃないけど、惚れられてみろよ、お前。あら、やだ、和道さん意外とありね、みたいな。化け物じゃねえか、ほんと。無理だよ。たたりが起こるでしょ、たたりが。ああ、実力のない配信者は淘汰されるだろうね。俺も同意見かな。いや、化け物だろ、お前。化け、モンスターだろ、ひどんな、なんか。偏見ないね。全くないね、性同一性障害とかに。俺、なんか、初めて、その知り合いで性同一性障害カミングアウトした子がいて、もともとは女の子に生まれてたんだけど、男の子の格好をしてて、見た目男の子っぽい感じなの。ずっとマスクつけてる子で。で、その子と仲良くなって年下だったんだけど、その子がどうしても話したいことがあるって言って、ファミレスで、あ、何？っつって、俺、体女なんだよねって言った時に、俺変なんだよっつってカミングアウトしてきた時に言ったの。多分なんだけど、お前よりも俺の方がよっぽど変だと思わないって言ったの。そしたらそいつが、変だと思うって言って笑ったの。そう。だから大丈夫だよっつって。お前よりよっぽどまともじゃないからっつって。だから別に、ロハコもひどんなもどっちも化け物じゃねえかお前。いい加減にしろよ。なんで両方とも。モンスターなんだよ、お前。ふざけんなよ。なんで前提がモンスター二人なんだよな。そうそうそう。いや、俺は別に構わないけど。男だろうが、女だろうが。人間だろうが、人間じゃなかろうが。最近おすすめの配信者いますか？あんまり見てないんでわかんないっすね。まあ、金梅さんバイセクシャルだよね。完全なバイセクシャルだよね。でも、2、3人いたかな、本当に性同一性障害。同級生であんまり絡みはないんだけど、1回か2回対バンしたぐらいなんだけど、NHK にさ、出たことある、紅白歌合戦に出たことある、性同一性障害の歌手で、中村中って書いて中村あたるって、あれ、同い年同級生なの。中学校、隣の中学なんだけど。だしね、なんかね、別にあんま偏見ないね。ラムネさんわかんないね。性同一性障害って言うけど、昔からあったの、国も。あ、あったでしょ。あったと思うよ、実際。なんだろう。あったと思うよ。よくテレビ出てたね。だけど、ソニーからね、レーベルから外れてね、最近露出が少なくなってるっつうか、なくなったね。そうそう。中村あたる同級生だよ。俺、ウィキペディア見てごらん。成田のね、隣町で、そう。駅前でずっと歌ってたよ。中村あたるって言うんだけど、中村中って書いて。駅前で毎日歌ってて、見た目完全に女なの。で、あのアーティスト、誰、友達に聞いたら、あたるだよ、っつって。あたる毎日歌ってるよ、っつって。成田の駅前なんか誰も聞かないんだよ。誰も聞かないのに、毎日歌ってんの。だから、あたるが売れた時に、バンドマンとかやっかみなかった。全員、あ、当たるは売れるでしょうってみんな言ってた。毎日バカみたいに歌ってんの。何年も。成田の駅前で誰が聞くんだよ。誰がスカウト来るよ。
でも、アタルは歌い続けの、ずーっと。それを拠点を千葉に変えたり、ライブハウスに行ったりとかして、その、やっぱ評価されていくんだよな。歌唱力本当だったもん。心に性別なんかないと思う。どういうことなんだろう。いやー、すごいよ。だから、もう、周りの同級生とかのやっかみとかなかったね。いや、当たるは売れて当然だよねって。プロ行って当然だよね、みたいな。バンプオブチキンは俺がライブハウスやった時、ドラムの人が彼女とデートで遊びに来てくれたね。俺、その PA やってたから対応できなかったんだけど、なんか外で、なんかバンドマンの子たちがギャーギャー騒いでて、何怒ってんのって言ったら、バンプのドラムの人来てますよ、つって。マジでつって。サインもらって、つったら、もう帰りましたよって言われて。すげえへこんだよ。俺、バンプめちゃめちゃ好きなのに、つって。ショックだったね。バンプオブチキンはね、千葉のライブハウス、あの、藤原さんのあの伝説がいっぱい残ってる。本当の変人だよ。俺があと悔しいなと思ったのが、一回俺がライブハウスやってた頃に、ブラフマンがブッキングできそうになったんだけど、ブラフマン食い込めそうだったんだけど、なんかの関係で、仕事の関係で海外かなんか、ツアーかなんか忘れちゃったんだけど、ブッキングがずれたことがあって、それをね、逃したのはね、ちょっと悔いが残ってる。敏郎に会いたかったね、仕事で。敏郎に。え、やっちょ捕まったの？さっき一緒にいたけど。さっき事件現場で二人で配信やってたけど、捕まったの？さっきまで一緒にいたんだよ。逮捕されたの？なんで？本当なの？え、どこ情報それ？やっちょが捕まったって。意味がわかんねえな。知らない。なんで捕まったとか言われても、さっきまで一緒にいたのに、デマカスかな、わかんないけど、俺が言い始めたわけじゃないから、カブトムシ並みに捕まる。お前はセミかよって。面白いね。すぐ捕まるっていうね。うん、けるな。中村あたる墨田区出身じゃないの？え、墨田区じゃないよ。全然バリッバリの成田だよ。バリッバリの。めちゃくちゃ成田だね。へえ。ああ、ごめんね。俺、閲覧とかで勝負してる志の低い人間じゃないから、内容のある配信と内容のあるコミュニケーションを心がけてるから、閲覧だけで勝負してるような人間は3年後生き残ってないから、蜜があるとすぐ舐めに行く。いい例えだね。愛はどっち。カブトムシみてえだなっていうのはパンチラインだよね。すげえかっこいいコメントだよね。閲覧維持できないだけだろうとかよく言うよね。俺ずーっと何年間も100人近くのリスナーずーっとキープしてるんだけど、48号はそれできないと思うよ。俺は別にずーっと寝てても何しててもずーっと閲覧キープできるから。運送難点、俺はね、人に点数つけるのはあんまり良くないと思ってるから、そういうのはしないかな。閲覧難点とかしないですね。100人が多いと思うか少ないと思うかは自分次第なんじゃないの。定期ありがとう。
なんか悪意あるだろう、この定義。最後の珍しい配信者ですって余計な一言じゃないの。セブンさんはもともとキャスの人でしょ。もともとキャス主だから。行ったっていうか帰ったんじゃないの。知らないけど。セブンさんが何やってんのか知らないよ。てか配信者のことを俺に聞かないで。俺別に配信者フリークではないから。むしろ別に配信とか全然好きじゃないからわかんない。俺人と喋ったりとかリスナーさんと自分のリスナーさんとコミュニケーション取るのはすげえ好きだけど、他の配信者とかどうでもいいっすね。アイテムいらないとか。そもそもさ、7号さん定期アイテム数にそこまでこだわりありませんとかさ、人の食いぶち潰そうとしてるよね。アイテム数は普通に上げていきたいんだけど俺。めちゃくちゃだよね、本当に。ああ、そうだね。マス受けしないね。うん。マス受け狙ってないね。ニッチな産業を狙っていきたいと思ってるし。質を上げたいと思ってるね。人数は減ってもいいと思ってる。数よりも質だと思ってるかな。鮫島が運営に嫌われてる。ああ。なんでだろう。まあ、世にも珍しいね。ふわっち A1 の称号を受けてるお姉さんすごいよね。ふわっちって結構規制ガバガバって言われてんのに、ふわっちを A1 になるってどんなことやったんだっていうね。うん。中村あたる出身地足立区ってのもあるんだ。成田だよ、思いっきり。思いっきり成田だね、地元。なんかブランディングがあるんじゃないの？ああいうクラスになったら。わかんない。もしかしたら転校生かもしれないから。中村あたる。まあ、成田で過ごしてんのは本当だよ。成田で過ごしてるの。最近会ってないね。うん。最近会ってない。A 番ね、すごいよね。何やったら A 番になるんだよね。チンコ出して、10回、20回チンコ出してる、ね、キラチューっていう配信者すら A 番になってないのに。どうして A 番になるんだよね。歌ってたんだ。成田さん行った時。当たる今何やってんだろうな。何なんだろうね。今月ショートムービー撮るんじゃないの？なんか連絡来なくなっちゃったね。撮らないのかもしんない。千葉県民特殊な人、売れ方してる人、変人が多いね。バンプオブチキンとか、小倉優子とか、なんか、独特の癖のあるキャラクターの人が多いんだよね。なんか、わかる？バンプと小倉優子とか、あとなんだろう、有名人。なんか、千葉県民は、なんか、変な癖の強いキャラクターが多い。キャラものっていうか、なんなんだ、独特だよね。なんかすげえ独特。なんなんだろう、一体。うざいかどうかはわかんないけど、キャラ濃いね。マツコ・デラックスも千葉なんだ。あ、ぽいな、言われたら。しかもなんか千葉県千葉市っぽい感じがする。あ、ヨシキもそうだよね。X ジャパンも千葉県、濃いよね。なんか、濃すぎるよね。なんか、癖が強いというか。俺は成田がもともと地元で、千葉だね。何年前だ？もう7年ぐらい前から新宿かな。
まあだから、ルーツは千葉なのよ。そっからはずっと新宿。あ、千葉県千葉市っぽい。市によってもなんか全然違かったりするんだよ。やっぱね、船橋とかね、そっち松戸とかは似てるんだけど、柏とか。なんか千葉市と、まあ、例えば成田とか全然違うし、銚子の方とかも違うし。キムタクも千葉県だっけ？キムタクって千葉なの？わかんない。細川ふみえ、どこの人かわかんない。なんかね、船橋の方とかね、柏の方とか、どっちかっていうと東京っぽい気質なんだよね。なんでかわかんないけど。微妙っていうか、だいぶ違うよ。内陸と海沿いは。テリー伊藤とかも確か千葉だったと思うね。武井壮もなんだ。なんかわかるでしょ？あ、ケミ川なんだ。ああ、わかる。なんかね、千葉癖がすごい強いんだよね。ああ、もう、八街なんかカッペだよ。本当のカッペだよ。八街もカッペだよ。だって畑しか本当にないもん。順調じゃないね、全然。もがいてるかな。全然順調じゃない。もがいてます。有名人多いかな。どうなんだろう。なんか独特の癖を持ってるよ。あ、長嶋茂雄とかね。なんかキャラが濃いんだよね、なんか。すげえ。すげえキャラが濃いね。前田敦子も千葉なんだ。へえ。あ、そうなんだ。へえ、船橋に住んでたんだ。濃いね、なんか。キャラが。岩手、宮沢賢治。ああ。ああ、ZOZO タウンはだって幕張のすっげえ有名だったもん。スケボー乗ってイケイケで。もうベンチャー当時から社長界隈では有名で、めちゃくちゃかっこいい会社があるって言って。倉庫業じゃん、ZOZO タウンだから。幕張に倉庫があるんだけど、倉庫の中で、従業員は B-boy の服着て、バスケやって、スケボーやって、音楽、ラップとかバンバンに流してんの、倉庫で。で、給料は普通なんだけど、なんか相場なんだけど、800円とか900円とか1000円とかそんな感じなんだけど、なんか特殊なんだよね。なんだっけな、なんか6時間しか働いたらダメとか、なんか変、会社に変なルールがあって、あと、休憩中はとことん遊べみたいな。マキクロードか。そう。なんかめちゃくちゃなんか、スケボー OK、ラップ OK。もう、働くときは真面目にやってほしいけど、それ以外のことはガンガン遊べみたいな。そんな感じの会社だったね。そう。あれが ZOZO タウンだよ。で、ZOZO タウンってもともとなんだっけ、レコード屋のサイトかなんかやってたんだよね。そっから服の方にアパレルに転向してくんだよね。そうそう、でかくなる前からすげえ有名だったの、ベンチャーの頃から。休憩、いや、休憩させようっつうかね、6時間、要はね、働く時間を短かったんだよね。なんか、日当は高いんだよ。要は、仕事ちゃんとやったら日当出すみたいな、そういう感じだったね。すげえ、なんか、有名だったよ。おしゃれっていうか、なんかイケてるライフスタイルを作るみたいな、なんか若い社長で、
かっこいいことやろうぜみたいなことを社訓でずっと説いてて、で、若い人たちは結構のベンチャーの中で有名で、そう、ZOZO の、しかもすげえ羽振り良くて、前澤さん昔から、プレゼンとかして社長に初めて挨拶に行って、本当に気に入ったビジネスプランとか、本当に100万とか1000万とか相場で出してくれる人の、だから本当リアルマネーの虎みたいなことずっとやってた人なの。俺がだってベンチャーの時、前澤さんのところ一回挨拶行こうよとか言われたもん。あの人金出すよ、みたいな。だから普通の人じゃなかったよ、もともと。俺は会ったことないんだけど、一回知り合いの社長がすげえ惚れ込んでて、いや、前澤くんすげえかっこいいよ、みたいな。一回和道くん連れてくよ、みたいな。言われたもん。あ、ベンチャー、もう相当有名だったね。何年前だろう？ 23 とかだから、10年前とかだね。10年ぐらい前。まさかこんなにね、有名になるとは思ってなかったけど、地元の社長界隈ではなんかもうイケてる若手社長、30代のイケイケの社長みたいな感じで有名だった。すげかっこいいよね。まあ、あんなにね、100億とか稼ぐとは思わなかったけど。あと、背が低いのも有名だったね。これ言うと怒られるかもしれないけど、背が低いのも有名だった。背のことは触れるな、みたいになってた、ね。これも昔からやっぱ有名だ。すごく背が低い。だけど、前澤さんに会うときは触れたら絶対ダメっていう暗黙の了解みたいなのあったね。すっごい背低いよ。前澤さん。有名だよね。なんか仮想配信者っていうかなんか、あれでしょ？ニコ生時代のコンプレックス持ってるやっかみでしょ？ほっといていいよ。すごい小さいね。宇宙船のスポンサーになるほど稼いだ。いやいや、養分伊藤ぐらい小さいと思うよ、多分。身長150センチ台だと思う。チャンマンは60センチ台でしょ。どうも、はじめまして。うわ、前澤さん、ちっさーって誰が出資すんだよな。いや、150センチ台だと思うよ。養分糸150何センチでしょ。でもかっこよくない？なんか俺前澤さんが叩かれてる意味がわかんなくて、100万配って何が悪いんだろうとか思って、なんか金持ちが金使うことをやっかむのってすげえダサいと思って、全然いいでしょ。あの人、なんつうんだろう、ロックンローラーみたいな人なの、昔から。なんかかっこいいことやろうよみたいな、もうまんまあの感じなの。だから、ライフスタイルブレてないから好きだけどね。多分そういう人だと思うよ。花火師になったら1000万バンみたいなタイプの人なんだよね。俺はだから、金持ちが金使わないと社会回んなくて、1億円を何でもないやつに配るのを叩く理由がないと思ってるの。まず、その叩いてるやつら何なの？みたいな。ZOZO はオワコンかどうかはまた別問題だから、俺は前澤さんの人格についてなんだけど、あの人ただのパンクとかロックとかそういう感じの人だから、なんつうの？経営者は、なんかこう、なんて言うんだろう。松下幸之助とかさ、本田宗一郎みたいにならなきゃいけないっていう考え方とか嫌いな人だと思うの。そう。別になんか自分で稼いだ金、自分で使って何が悪いんだみたいな人だから、ロックンローラーだから、ただの。いや、計算じゃないんだよ。計算だと思ってたらさっきのエピソード出てこないじゃん。
昔からそういう人だから、そう。だからボランティアとかが正しいと思ってるバカな国民なんでしょう。俺はそうだ、やっかみにしか見えないけどね。まあ別に、なんだろう、金配って何が悪いんだろう、みたいな。俺は別に何にも思わないけどね。なんか、例えばなんだけど、前澤の経営方針がとか言い出すやついるじゃん、配信者でも。まあ、ツイッターとか見てるといるんだよ。お前100億作れんのかよって思うんだよね。そう思わない？お前が100億作れんのかよっていう。お前が雇用を生み出せんのかよ。お前がサービス作れんのかよって。何にもやってないやつが、ただ配信で文句言ってるだけだろって。いや、お前何もやってねえじゃんって。前澤さんを叩ける人は前澤さんと同じくらい、ファーストリテイリングの柳井さんぐらいじゃないの？なんで、どこぞの、ただ家でゴロゴロ雑談やってるやつが、自分の夢を追いかけて、会社でかくしたり、雇用を作ってる人の文句言えんの、クソだせえなと思うんだよね。夢を追っかけてる人は俺好きだから、結果出してる人も好きだから、なんか前澤さんを叩いてるやつは、コンプレックスがある人にしか見えないね。ねえ。結果出す人間になりたいよね。なんか、夢与える人間の方がいいよね。いや、超面白かったのが、三又さんが前澤さんのあの100万の企画リツイートしてて、北郷さんにすげえバカにされてたのが超面白かった。前澤さんの100万、三又さんがリツイートしてて、え、この人100万欲しがってるの？ってざわってなったの。たけし軍団の中で。たけし軍団のファンの中で。で、さらになんか、そのたけし軍団のファンの人が見つけたんだけど、三又さん、偽物アカウントもリツイートしてますよっていうのが発覚して、北郷さんが超バカにしてて、え、三又さん、偽物までリツイートしてんの？明らかに捨てアカの、コピペの100万のリツイートまでしてて、めちゃめちゃ笑ったんだけど、どんだけ金欲しいんだよと思って。いや、本当に笑った。偽アカウントまでリツイートぶちかましてたからね。三松さんらしいよね。いや、分かってない。ネットリテラシーないから。いや、俺だからたまごっちだと思ってんの。自分のこと。和どっちみたいなもんで。なんかみんなのスマホに中に入ってる、なんか気持ち悪いペットみたいな。で、ああ、うんこ漏らしてる。うんこ不幸とか。ああ、目が寄ってるから病院に連れてこうとか。その、みんなのたまごっちみたいなもんだから進化しないの。そう。成長もしないのね。ただお金を与えたり、餌を与えたり、天ギフを与えたりして、飼ってるペットみたいなもんだから、そう。進化はない。外れモンスターだね。外れモンスター。1億なんたら企画はリツイートどうなったの？俺もやってるよ。俺も感動したから自分にできることやろうと思って、1億円企画やったの。1億人に1円プレゼントしますってやったら、22人がリツイートした。だから22名当選なんで、条件は、僕のアカウントをフォローしてること。俺のアカウントフォローして、で、僕の、この1億円企画をリツイートすること。あとは、僕の家まで1円玉を取りに来ること。で、1億人限定で1円配りますってやったら、22人リツイートしたから、
2019年の、1月の22日、夜中の3時です。どうも。はい、ワドツ。いや、ツナちゃん面白かったな。ツナちゃんのファンになったわ、俺。面白いね。コラボバグ直してほしいよね。何年間この状態放置だよね。ツナ面白かったね。結構いいパンチ持ってたな。黙らせたかんね。51歳で親の扶養の方がダセえよって すげえ面白かった。ツナちゃんよかったね。かっこよかったね。聞いてたね。あれ、テクニカルノックアウトでしょ。やば。楽しかったね。いや、女の方が強いんだって。的確だったね。不要のラオウ。半世紀不要。過保護だよね。フォローありがとう。半世紀不要ってすごいパワーワードだね。超面白いな。論をあっさり論破されたのに、論破されたことに気がつかないっていうのも最高だったけど。ワンターンキルされたわけだ。ワンターンキル2回されたのに、自分でキルされたことに気づかないっていうのが最高に良かったけど、とどめを刺したのは51年間不要。ピタッて止まったよね。切られたことに気づかない。抜刀斎。いやー、あんなバカにも囲いがいるからすごいよね。ジェダイはだから女の設定で9号でずっと擁護してるな。私って言いながら9号がジェダイでしょ。みんな分かってるから 言わなくても分かってるから 9号がジェダイだって分かってる うん、誰も突っ込まないけど 9号がジェダイなのはみんな分かってる。
300みたいな状態で、少数で300人 VS 1万人みたいな。っていうか9号苦笑いの意味分かってないだろう。バカすぎろよお前。苦笑いの意味分かってない。自分で使ってる言葉の意味分かってない。苦笑いの使い方国語で習わなかった。ツナさんの KO かっこよかったね。嘘でしょ、ガチ囲いでこんなバカいんの。すげえな。いやすごい良かったね、ツナさん良かったね。いやジェダイみたいなバカ恋がいるんでしょ、すごいな。すげえな。いや、すごいバカだったね。な、自分がバカだと思ってないバカの方が立場悪い。バカの自覚がないバカが最強なんだ。ジェダイの囲いはジェダイに勉強になりますって言うから何を学んでるんだよやばいな。9号とかってジェダイに勉強になりますって言うんだ、最高。だから不要やべえ、その勉強になりますっていうコメント見たいから俺ジェダイの放送見ようかな。最高に面白いな。すげえよな。
すごいよな。お疲れ。ネットってなんか底抜けのバカいるよね。なんか10万人に1人ぐらいの底抜けのバカが、なんか、いっぱいいるよね。わかった。リクエストにお答えして、9号さんのコメントを僕が読み上げます。早く聞く米返せよ、低能の囲いども僕が音声読み上げますんで、こっから9号の。はい。リクエストにお答えします。はい。つまんねえから9号は時代とこに戻るわ。もっとトークスキル上げて配信しろ、じゃあな。はい。ただいま。やばいよな、ほんと。全くない。会ったことない。ジェダイとかと噛み合うと思う？無理でしょ。話ができない。会話ができないレベルだ。さすがに無理だよ。あ、いいですよ。アンチ突しても。はい。全然いいですよ。全然いいですよ。ズバッとお願いしますよ。ズバッと。あれ、画面が来ないな。体質？体鍛えてるよ、今。ちょっとわかんない。エラーかな。うん。エンディング曲生で聴きたいよね。あ、花火ありがとう。
ありがとう、花火。あ、どうも、よろしくお願いします。ふふふふ。ちょ、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 しばらく見ない間に、え、なに？なんかこんな感じになっちゃいました。しばらく見ない間になんか鶴の神みたいになってるけど。なんかあそこで、え、そんなキャラだったっけ？いやいや、まあ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 、よろしくお願いします。ね、あの、アンチさせていただきに来ました。はい。え、ゲンちゃんどうしたの？なんでそんな感じになっちゃったの？これ、いや、まあ髪の毛染めただけなんですけど。いやいや、髪の毛染めて色眼鏡って、全然俺の知ってるゲンちゃんじゃないんだけど。いやいや、まあ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 。これ、まあまあまあ、こんな感じになってます。マジだ。鶴の神みたいになったんだ。まあ、まあそれでまあアンチさせていただくんですが、うんうん、自分ね、生活保護について真面目な議論としてのアンチに来たんです、うん、おいいですね、はい、結局、うん、まあ、生存の権利とね、勤労の義務と両方のせめぎ合いだとは思うんですけれども、うんうん、その中でね、まあ、生存の権利を中心に喋ってね、逆に勤労の義務から攻めてきて、この戦いはいいと思うんですよ。ただね、ただそれが簡単にまかり通っちゃうと、簡単にその生活保護が入っちゃうと、そのせめぎ合いの部分でもしかしたらその人は働けるかもしれないっていう可能性があるじゃないですか。それで働けるかもしれないって可能性のところで、いろいろ行政側が動かれてね、自分自身も、はい、生活保護の生活保護は、はい、ね、働けるか働けないかはもらえるかもらえないかの規定の中に入ってないですよ。そもそも、まあ法律的に言えば、法律的に言えばですね、うん、まず何もない場合は、ゲンちゃんが持ち出したのは、はいはい、法律の話ではなく憲法です。憲法ですね。はい、結局で憲法は法律ではないです。政治家が下の下って言ったら逆なのかもしれないけど、政治家が国民にそっちの方向に持っていかなくちゃいけないっていう、そういう話ですね。そうです。そうですね。うんうん、なので、今、うん、法的な話をするべきではない。源ちゃんが持ち出したのは、うん、生存の権利と勤労の義務の話は憲法に規定されていること。そうですね。そう。うん、だから憲法議論をするのであれば、憲法の問題から解決しないと話がずれていく。うんうん、まあそこで憲法の問題っていうのは結局、政治家さんっていうのは自分たちが選ぶわけなんですよね。はい、そうですね。だから、はい、自分たちが選んだ人たちがこういうふうにした方がいいよっていうのを導いて、一応はね、導いていく立場なわけですよね、政治家さんっていうのは。そうです。それを選ぶわけです。そういう組み あれになってて、うん、まあその中ででも和道さんとしてはどうなんでしょう、自分自身が政治家になった時には。僕はまず政治家にならない、うん、で僕が言ってる主張はこうです、うん、立憲主義、民主主義、その辺を正しく守ろうよって言ってるんです、僕は。つまり、うん、政治家が法改正をして生活保護法を改憲した時に、うん、僕はその憲法を遵守します。そこが僕は生活保護を擁護はしていますけれども、そこが左翼と違うところなんです。僕は本当の立憲主義者です。なるほど。今の左翼のダメなところっていうのは、憲法を改正しようって言ってるけど、変えられた憲法を守ろうと言ってないんです。それは本当の護憲派ではないんです。わかります？うん、わかります。つまり平和憲法とかを守ろうとしてるっていう、頭パッパラパーな状態であって、僕は左翼ではないんですよ。で今の現行法っていうのは、過去日本人もしくは日本の国家、うん、政治家ね、全ての関わっている人が決めたルールの上で僕らは生きてるんです。税金などを強制的に払っていて、はい、ね、働く働かないに限らず、この国っていうのは生存権を保障しているっていうルールでやってるわけなんで、それを正しくもらうことは悪いことではありません。うん、なるほど。はい、それで自分として法律にないということをおっしゃいましたけど、法律あるなしっていうのは分かりました、理解しました。いや、法律には規定ありますよ、源ちゃん。解釈は誤解されてる。
働くことについても法律にもある、はい、ただ源ちゃんが持ち出した議論っていうのは憲法論議だったから憲法のことは憲法で話をつけましょう。あ、なるほど。だから俺はそうで法律の件話したいんだったら法律の件で僕は戦いますよ。はい、どうぞ。法律の件に書いていただいてよろしくお願いします。はい、自分は法律について無知なんですが、あのまあまあ若干六法は少しは読みましたけど、その、はい、あの生活保護法について、はい、詳しくないんですよ。それで、はい、生活保護法についてで、その憲法からの、影響を受けた法律ではあるとは思うんですけれども、働く義務というのは法律上にはないんですか？いや、まず、はい、憲法と法律は全く機能が別です、はい、まず、はい、うん、だから憲法の影響を受けた法律っていうのはないです。そもそも憲法というものと法律っていうものは機能が違うんですね。先ほど源ちゃんがおっしゃられた通り、憲法というのは国家が国民に対して約束を果たさなければいけないことで、選ばれた国会議員たちが法律を作って法律を守るのは国民なんですよ。うん、ちょっとそこで一言言いたいことがあるんですが、うん、前文の方に、自分たちの、平和でね、他国に対していろいろできる存在であるべきだとか、そういういろんなことが前文に書いてあって、はい、その中でそれに反する法律や、直令じゃないか、法律等は作ることができないっていうことを憲法の前文の方で言われてるんですね、はい、なので平和で存在するためには日本自身自体がこうしなくちゃいけないとか、ああしなくちゃいけないっていうのが前文をもとに法律の方もある程度作られてるんじゃないかと思うんですけれども、その上で生活保護法、その上での生活保護法ですね。つまり日本がね、もしももちろんいろんなね、金にはなってますよ。例えば あのロボットとか機械だとかがね、勝手に生産しているわけだから、日本人の全てが働かなくちゃいけないわというのはおかしな話になってくるとは思うんですけれども、ただ日本がね、生産性を持っていなければ、海外に対していろんなことをする能力が減っていくわけで、日本が存在するために、海外との有効な関係を築くためには、日本自体が生産性を持ち続けなくてはいけないということです。まずなんですけど、それに基づいてできるだけ働いた方がいいっていうものは法律に入るべきではないかと、そういう面から思うんですけれども、まずなんですけれども、はいはい、僕は働いた方がいいって言ってる論者なんです、ゲーさん。あ、そうなんですね、はい、なるほど。まず、はい、大前提として、はいはい、ただここは勘違いしちゃいけないのは、ね、生活保護っていうのは先ほども言った通り、はい、うん、働くことと働かないことっていうのは、そもそも生活保護をもらう上での規定は入ってません、うん、あ、すみません、バカなんで、もう一回お願いします。もう一回言ってもらって、うん、要は働けない人がもらう制度ではないんです。うん、所得低所得者、要は国が定めた最低限の生活を保障する制度なんです、そもそもが、うん、だから働いてる人でももらえます、うん、働けないことにはもらうため、生活保護をもらうための条件は含まれてません、はい、そもそも、はい、で、もし働くことを条件に入れるっていうのが民主主義の制度によって、先ほども申し上げた通り政治家が決めて、うん、国会で議論されて国民投票でそういう憲法になった、うん、そういう法律になった、僕はそれを支持します、うん、はい、働けるようになった、働かなければいけないという、はい、ことが生活保護の中、はい、法律の中に入っているのであればということですね。そういうことです。その改正がなされた時に僕はその憲法を支持します。うん、はい、なるほど、はい、あ、自分はね、つまり僕、うんうん、あ、どうぞどうぞ、うん、つまりこれはどういうことかっていうと、うん、国が不正をしているように僕は見えるんです、うんうん、どういうことか、まず学校の授業で義務教育で教えるときに、憲法とは何ですかって言ったら、みんなが答えるの三大義務条項から教わるんですよ、うんうん、そうですよね、テストのときに、うん、
でも義務条項っていうのは本来憲法で立憲国家で義務条項を課している国っていうのはほとんどありません。で、憲法の中に何て書いてあるかって言ったらね、政治家とか天皇とか権力者側がこれを守らないといけないとしっかりと規定されています、うん、で生存権、要は命に関わる問題であったりそういうことを教えないで義務条項を教えるの、税金払ってください、教育受けさせてください、勤労してください。そもそも日本人が作った、勤労の義務の原案って何か知ってますか、源ちゃんさん。ああ、よろしくお願いします。勤労の権利だったんです、あれは原案だと。つまり国民に働きたい人がいる場合ですよ、うん、働きたいのに働けない人がいる場合、国家が仕事を作るっていう原案だったんです、うん、それを言葉を変えて勤労の権利、義務っていう風に言葉を変えたんです。だから罰則規定がないんです、法律上。なるほど、うん、そう。だから働かないといけないと勝手に洗脳されてるんです、うん、日本人が。このやり方の方が国家として僕は汚いと思いますよ。だったら正々堂々と憲法を変える、法律を変える、働かなかったら死刑にするって書けばいいじゃないですか。そしたら僕は、うん、どちらかといえばね、結局自分も、うん、俺の場合はね、働けない状況にある人が死んでほしいとはまるで思ってないわけですよ、うん、もちろんです。もちろん そうなんです。それで、その中でね、自分がいろいろ自分自身が個人として動いてたので、ハローワークとかに俺が行った時にね、去年の4月頃、3月頃かな、うん、その時にいわゆる、市の方でやってる働けなくなってる状況の人に対してのサポートをするっていう、そういう仕事がね、ハローワーク上あったんで、内部それやろうかどうか、まあ、NPO に前働いてたことあったんですけど、その中で働けない状況になっている人をサポートするっていうのが、そういう仕事が市の方にあったのを見たんですよ。それを見てね、もちろんこう低所得者になった時の人っていうのはそういうことを考えずゆっくりしてほしいと俺は思います。ただね、その中でそういう法律どうのこうのっていうよりは、気持ちとして働いてた方が、元気でいれる可能性が、うん、この国家っていうのは、はい、個人に対しての自由っていうのを、自由権っていうのを最大に尊重してるんですよ、うんうん、それが資本主義をやる上でのルールなんですよ。そもそもなんですけど、うん、国家が国民に対して現行法でですよ、現代のこれだけ進んだ文化の中で、はい、働くべき働かないべきっていうのを国家が制約することなんかできないんです。ああ、面白い。そもそも。面白いです。そもそも。なぜ働くっていうことを国家が規定しないといけないんですか。うん。なるほど。働きたい人が働けばいいんです。働きたくない人は働かなければいいんです。うん、なるほど。素晴らしいと思います。はい、その、はい。自由こそが僕は人間の権利だと思ってるんで。うん、それをもとに制度設計されてるんです、法設計をされてる、うん、ただそれだと無法地帯になる、要は犯罪も何もかも起こるから、うん、その部分を法律で縛ろうっていうのが現代国家なんですよ、うん、やってはいけないことっていうルールを決めてるんです。うん、なるほど。はい、うん、でまあ大体しょぼんってなっちゃいましたけど、うん、いやこれはね、ね、うん、よく誤解がある。その生存権イコール働いてない、うん、怠けてるんだっていう考え方が根強くある、うん、それはそもそも立憲主義を理解していないし、憲法も法律も理解してない、うん、税金を、例えばね、僕生活保護を完全マニュアル3分で分かる生活保護の動画で言ってます、はい、生まれた時から税金を払い続けてるんですよ、強制的に。で、うん、税金を払わなければ逮捕もあるんですよ、この国は、うん、じゃあ貧乏になった人に強制的に払うべきだって思いません？受け取る国家の、ね、収入に関しては強制的にもらうと、消費税なのなんの、うん、ね、で、うん、払わなかったら罰則、要は逮捕もあり得ると。そこまで強いておきながら、まあ、貧乏な人は自分で選べって言ってるんですよ。そんな国家、うん、何ですか。俺はそんなのおかしいと思う。だあとね、この国の、うん、ね、国家予算の中の90兆円のうちのたったの2兆円なんですよ、うん、
人の命が救われるために、同じ日本国民の命が救われるために、僕は国のね、90兆円のうちの2兆円だから45分の1割いてるんですよ。いい国家じゃないですか。くだらない道路、くだらない兵器を。そこでですよ、実際あの自分の周りに生活保護者がいらっしゃるんですけれども、うんうん、あのこれは若干話がずれてしまうかもしれないけれども、うん、生活保護者がいます。その人たちが、うん、あのそのお金を使ってパチンコやってみたりだとか何だりだとかで、うん、あのそれでまあ食べ物もね、あの、うん、食べ物どんな食べ物食べてるんだと思ったら、うん、あのまあ、うん、あの健康に悪いものをバクバク食べてるんですよ。ちょっと話変わっちゃいますけどね、うん、これはね、いきますよ。その中で必要なのは、うん、お金がいくらじゃなくて、そういう所得者に対しての、うん、あの精神面としてのサポート、うん、そっちもね、あかなり大事なものだと俺は思ってたり、話ずれちゃったけどね、うん、あのね金がいくら入るか、ま、もちろん少しは大事だけども、それプラス、ま、そういうサポートが必要なような気がしてます、うん、まずなんだけれども、うん、その健康に悪いものを食べてるかどうかっていうのは、うん、それはごめんなさい、僕は個人が立ちするべきものではないと思う。あの好きなものを食べればいいと思ってる、うん、感じです。ただね、うん、まあそれは置いておきます、うん、僕はそこに対して口出しはありません、はい、でただパチンコに関しては、うん、あのやっても OK ですよ、生活保護に関して。そこを叩くのはおかしい。まあつまりその個人にとってはその通りだと思います、うん、でもね、あのそれを見守る行政側として、違う、俺が言いたいのはそういうことじゃない、はい、パチンコを合法化にしてしまってる国家の方がおかしいと思ってるの。あそこは国が遊技場だって決めてるんだから、生活保護者がゲームセンターに行っちゃいけないなんて法律書いてないだろ、うん、そんなふざけたことを警視庁がやってるような国家なんだから、どんどんやれ、うん、パチンコだから それによって法律が変わる可能性が出てくるってことですね。あんなの警察利権で勝手にやってて、うん、警察官が設けて天下りやって、そんなふざけた国家なんだから、うんどんどんやれ。それで負けて自分の生活が苦しくなっても自分の責任なんだから、パチンコなんかやったら金なくなるだけなんだから、生活保護者でパチンコやってるやつがバカなんだから、つまりここの面については、つまり僕が言いたいことっていうのは、ルールを守れって言ってるんですよ、先ほどからずっと、はい、現行法を守れ、ルールを守れ、ルール破ってんのはどっち側だっつったら、僕はガバメントだって言ってるんですよ、はい、ただ倫理観については僕は問いません。なんでかっていうと、個人の倫理っていうのは僕は多様性があった方がいいと思ってるから、いろんな考え方の人がいていいと思ってます。なるほど。それでこの、あの行政側の法律と、そして内面的なその倫理観っていうものがあると思うんですけど、倫理に対しては国家が口出すべきではないと思います。もちろん今あの話があの変わってで、あの話がずれるって先ほど自分言ったんですけれども、うん、その話がずれたものに関してって何かって言えば、あのソフト面として、あのハード面っていうのは、いわゆる法律とか憲法とかハード面ですね、ソフト面として、あの、はい、まあ人にね元気でいてほしいだとかね、そういうものっていうのが、あの、まあ、もう国民自身もあるし、そういう官僚だとか公務員だとかの心の中にもある人はいると思うんですよ、うん、OK です。その答えについてじゃあ的確に反論しますね、はい、ハードは1個だとしても、ソフトは僕は自由であるべき、いろんなソフトがあるべきだっていう考え方です。ソフトに制限を加えるべきだよ、単一の規格の考え方っていうのは僕は危ないと思ってるんで、いろんなソフトが生まれていいっていう、はい、ただハードは守れよっていう、はい、その例えで言うのは、僕の主張はそうです。で今反論とおっしゃいましたけど、その意見については、はい、自分自身も倫理観については和道さんと同じ考えを持ってます、そして、法律面について、法律面憲法面について、今回教えていただいたなと思ってます。つまりね、その、マスコミとかも機能してないし、生活保護法を誤解してるから生活保護者を叩いてるんですよ。あのね、13万円ですよ、東京都内で単身で家賃6万円以上しますよ、残り7万円で生活ですよ、はい、その人たちを叩くってどんな国家だって、それ単純ですよ。それに対しても、あのそれはね、それに対してあの和道さんと同じような意見を少し持ってるところがあるんで、少し話させてもらっていいですか、あのね、あの WHO が言うには、野菜をこんだけ食わなくちゃいけないとかすごいことを言ってたのさ、
でも日本の法律では、ね、日本の法律っていうか、あ、日本の医療関係ではこのくらい取ればいいよとかって言うんだけどさ、それは明らかに、あの本来は、あの食品にすげえかかんのに、人間が健康でいるためにはね、にもかかわらずその金額を生活保護者に出してないからこそ、 WHO が言ってるかなりの食費がかかりますよ、それがなければタブレットとかそういうのが必要ですよっていうことを隠しているような気がしてます。自分はだからもっとあの生活保護費は上げなければ健康で豊かな生活はできないと俺も思ってます、そこについて。うんうん、まあそれはそうですね。でもあくまで国家が言ってるのは最低限の生活を保障するっていう部分なんで、僕が言いたかったのはその話ではないんですよ。13万円で最低だっていうのを国民が認めて、問題なのは低所得者の方なんです。僕は生活保護は現行法でいいって言ってるんですよ。ただ最低時給を1500円に東京レベルだったら上げろっていうのをセットと込みでずっと活動してるんです、言論活動するときに。つまりね、月収300万とか400万以下、世帯収入が400万以下の人たちが今 40% 超えてるんです、はい、これどういうことかっていうと、そうです、これどういうことかっていうとね、街の人に聞くんですよ。あなたは貧困だと思いますかって、ほとんどの人が思わないって答えるんです、日本人は9割以上の人が。だけど実際にあなたは年収400万円以下ですかっていうデータを取ると4割以上が400万円以下なんです。貧乏だっていうことに気づいてないんです、自分が。まず洗脳されてるから貧困だっていう自覚がないで、だから生活保護がズルをしてるように見えるんです。そうじゃなくて、働いてる人がお金を取れる社会を作る、働いてる人がね、豊かになる社会を作る、時給1500円以上、今の物価で言ったら、都内で言ったら、地方だったら時給1200円以上、そうすることによって、怠けていて、源ちゃんの言う怠けていて生活保護をもらってる人は勝手に働きます。なんでかっていうと、倍以上の収入が取れるから。これは国家の怠慢なんですよ。これはワーキング、そう。なんで働かないのかって言ったら、生活保護を受けたら得だからに決まってるじゃないですか。働かなくて13万円保障されるんだから、国家がぐちゃぐちゃになってるのは政治家のせいですよ。なるほど。働いた人がバカを見る社会を作ってるの方がおかしいですよ、僕からしたら。生活保護保護者は何も悪くない。はい。これは僕は断固として言いますよ。で、働いた者がバカを見る社会だから生活保護者を叩くんですよ、うん、そんなバカな国家がありますか、うん、だから子供が産めないんですよ。時給1000円で東京で住めますか。13万以下の生活してるんですよ。社会保険料払ったりしたら手取り13万以下ですよ。それで子供を産め、ふざけるな。子供を育てられるわけないだろう。若い人がね、底辺で働いてる人たちが手取り12万だったら夫婦合わせて24万円しかないんですよ。どうやって子供育てるんですか。こういう国家を作ってるんですよ。まあ、ね、働いてる人が豊かになる社会を作るのが先ですよ。だからそこで結局自分もなんかいろいろな場所をなんか国でやってる機関とかをいろいろ調べてみたんですよ、うん、それではまあね、自分音楽やってますけれども、はい、その働そのいろいろな場所をね、練習の場所がタダで使えるかどうかとかね、いろんなことを調べてみました。結局まあすごい少ない町でやってるね、その働いた時に有益になるためのそのいろんなサポートっていうのを箱としてはしてるんですけどね、箱として広めてない、こういう場所を、そうだ、広げてません、ね、行政は広めてない、うん、調べてください。私たちはやってます、ね、そうね、生活保護も調べてください、やってます。ホームレスゴロゴロいるんですよ、うんうん、彼らに生活保護受けてくださいって税金で給料もらってるんだから公務員がまず言うべき。水際作戦なんてやらないで、ホームレス苦しくないですか、命の危険じゃないですかって。ホームレス冬場何人も死ぬんですよ、うんうん、それを一人一人声かけて税金でもらってるんだから、国が保障するって決めたんだから憲法違反じゃないか、うん、そもそも、うん、そこについてね、結局水際の話を始めしに来たんですけど、水際っていうのはね、うん、いいですよ、そのもらいに行った時の、うん、はい、水際作戦詳しいですよ、はい、その時に、うん、まあ普通に行ったらね、あ、こういうサポートがありますよって実際自分行ったことあるんですよ、そういう場所に。生活保護申請しに行ったんですか。それとも別の
しに行くというか、どうしようかな、受給するかな、それとも親のサポートかな、俺自身で何とかしようかな、そこのらへんで行ったんですよ。そしたらまずね、なんていうんだ、家賃についてサポートができますよということを初め言われました。家賃の扶助ですね。そうですね、家賃、生活保護の家賃の部分ってことですね。生活保護ではなく、いや、生活保護です。あ、保護、まあ生活保護するという、まず生活保護には区分があって、家賃が生活保護の内訳から出る部分、生活費として出る部分があるんですよ。で、家賃の生活保護を別途で受け取ることができるんです。家賃だけ生活保護を受けるっていう制度があるんです。それは生活保護の一部だったということですね。そういうことです、そういうことです。それか、働こうとしてれば、それが働く、活動をしてる人はそれがもらえるんだよということを言われました。それが嘘なんです。だからそれには僕はさっきから怒ってるんです。つまり働く活動してなくてももらえるんです、本当の法律上は。だから僕が一緒にいたらすぐもらえたんです。それはだから、それが水際作戦を受けたんですよ。なるほどなるほど。そういうことをやってるんです。彼ら、あの公務員は給料をもらっていながら違憲状態なんです。それが許せないって言ってんの。ルール通りにやれよっていうことなんですよ。本来はもらえたんです、源ちゃんは。でそこでね、自分はまだ余裕が、ね、あるからかもしれませんけれども、その水際作戦の中でもらえなかったことが、もらえなかったとか、もらおうとしなかったことが、自分にとっては今のところ OK なんですよ。うん、うん、まあ自分にとってはね。だそれなんでかって言えば、その水際の時に職業これあるよって言われて、それを バイトちょこっとしたら、ちょっと調子 が俺なんとかなんじゃねえって思い始めて、それで音楽活動に少し結びついたと。自分の場合はですよ。ただそれがね、人によってはもう本当に飯が食えなくて死んじゃう可能性もあるから怖い部分ですよ。でそのギリギリのところについて俺はいろいろ思ってるんですよね。僕はギリギリのところについて、あってもいい人と ない方がいい人がいる。いや、実際死んじゃったら困る。現行法に穴はないですよ。生活保護に関して調べれば調べるほど穴はない。ただルール通りにやればっていう条件付き。それよりもおかしいところがワーキングプアの問題だったり、世界一非正規雇用が多い状態なの知ってます？先進国の中で、先進国の統計データの中でアルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員が世界一多い国なんですよ、この国って。異常なぐらい。でこの問題が結びついてるんです。この人たちが生活保護を叩いてるんです。俺らはこんなに一生懸命働いてこんな苦しい思いしてんのに。だからはっきり言いますよ、年収1000万、はい、年収1000、あ、どうぞどうぞ。年収1000万以上とか、年収800万とか、年収700万の人、生活保護の人叩かないですよ。確かに。ちょっとコメントに反応させてもらって、どうぞ。こんな時間に起きてる源ちゃんなんや。実は今日ね、今日もライブやってきまして、それで疲れて早い時間に眠って、それで明日もライブがあります。はい、だから今の時間起きてますということです。77号さんに反応しました。はい。でまあまあ結局その法律的に見れば、その低所得者、ワーキングプアが多いっていう状態っていうのが国が作ってる中でおかしな部分だということは自分も納得します。はい。ただ水際の時にね、俺が水際でもしも生活保護になってたとしたら、そこからね、グワンと上がるのが難しかったかもしれない。現状難しいでしょうね。難しい。そういうところですね。まあまあ結局自分、一説には他の人にね、こうネットが今あってね、こういう状況で面白いことが起こってますけれども、人に必要とされる人間でいるっていうことが長生きするポイントだっていうのを、つまり人に必要とされなくなった時点で、寿命、平均寿命が、平均寿命っていうか、その人自身の寿命がガクンと落ちるっていうデータが出てまして、だからそういう意味として、働くことによってそれを得る人とね、働くっていうのは別にお金を取ることと直結しなくてもいいから、だから何かしら行動を起こすことの重要性について自分は思ってまして、僕はそれは常に訴えてますね。インプットだけじゃ幸せになれないと、ネットを見たりとか
その本を読んだりとか映画を見たりすることは大事だけど、それは半分なんだ。その通りだと思います。で、半分はアウトプットなんだ。それは社会で回ってる。アウトプットはお金を得るバイトとかじゃなくていいんだって。歌でもいいし、パフォーマンスでもいいし、配信でもいいと。そう。アウトプットを半分すると幸せになれる、バランスが取れるっていうことは言ってますね。ただ僕は、あのね、他人様に対して俺は、働けっていう国家はおかしいと思う。はい、確かに、あなたができることで、冷静に考えて、あの、働かなくちゃいけないって言葉をね、金を取るという意味として。違う、あのね、はい、搾取されてると思ってんの、働いてる人が、低所得者の人。俺はこんなに苦しいのに、なんでお前は働く、俺ね、働けって言ってる人に、憎しみが嫌ですね、そう、罰ゲームみたいに言う働けってダサいと思うの。確かに確かに。俺は、あなたは、お金うんぬんじゃなくて、あなたは大事な人に、こういうことをしてあげたいという気持ちは大事だけれども、それがいくらいくらって金を規定して、これ以上働いた人間がどうのこうのって。そう、おかしい。人間としておかしい。俺はだったら、かっこよく働いて、かっこよく稼いでる人を見たら、俺も働こうって思うのが普通だと思うの。うん。人に働けっていう人がどんな人なのかよ。うん。うん。俺は働きたくない人は働かなくていいって言ってる。人間にはいろんな理由があるんだって。うん、そう。まあそうですね、そこのラインが微妙に俺言いたいことあるんですけど、そこのラインで言いたいことがあるのは、結局金銭と変わるかどうかじゃなくて、あの、好きな人がいる人生っていうのはいいんじゃないかと、好きな人に何かしてあげたいっていう思いっていうのはいいんじゃないか、僕は日本人大好きですから、僕は日本人大好きですから、日本人の命が守られるために2兆円の国家予算が使われてるのは大賛成ですよ。もっと使えと思ってますよ。年金 10兆円ばらまいてるぐらいだったら、ね、それだったら別に命からがらの人全部生活、年金なんて取っ払って、食えない人全部生活保護で賄えっていうのが僕のポジションですよ。なるほど。分かりました。はい。まあまあそんなところで、源ちゃんの、アンチというかね、教えてもらいに来た感じでしたけど、ありがとうございます。生歌聞きたいってみんな。源ちゃん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあ、なんかもしよかったらちょっとやって。大丈夫ですか。じゃあ、もちろんもちろん。リスナーさん、リクエストとかできるんですか。はい、できるものであればという感じですけれども。じゃあ、なんか3つぐらい、はい、3つぐらいポピュラーな曲を選択できるように。あ、じゃあ、ぜひぜひ、なんか言っていただければ、その中から呼ばせていただきます。よろしくお願いします。なんかポピュラーな曲、リクエストしてください。します。ホタルの人がいい。くれない、やばい、この時間。無理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 、くれない、今の時間歌えない。あ、じゃあ自分がちょっと、兄弟船ですね。はい、わかりました。はい。じゃあお願いします。これ演歌ですけど、やってみますね。おぉ。はい。じゃあ、音が入ってるかどうか。はい。はい、入ってますかね、これ。入ってます。入ってます。大丈夫です。大丈夫です。よろしくお願いします。弾き語りが親父と袋のために俺は歌うぜ兄弟船をよ弾き語りじゃないのごめんなさい何の谷間に命の花が二つ並んで咲いている兄弟船では親父の肩身どういうこと確実に今のは弾き語りの流れだったのにカラオケ歌い出すのあなた弾き語り配信者でしょうがいや最高のオチだね、本当に。ちょっと天然なんだよ、源ちゃん。ちなみに今の人が、僕のエンディングソングオリジナルで作ってくれた源ちゃんです。すごく仲のいいお友達です。いや、ちょっとすごかったね。びっくりしたよね。ピアノ目の前で弾き語り配信者がカラオケをするっていう最高のね。うん
なんかね、トツ上がりたい人は最後上がってください。いや、うまいとか下手とかいう問題じゃなくて、キーボードどうしたっていう、ちょっと面白かったな。いや、生活保護に関してはね、僕言いたいことを言ってますんで、僕のツイッターで3分でわかる生活保護っていうのを見てください。ツイッターに動画を上げてます。3分でわかる生活保護。ちなみにあれだからね、源ちゃん、音大卒業、国立の音大出てて、学校の先生やってたんじゃなかったかな、確か。いやいや、ガチ勢だからね。学校の先生やってたんだよ。源ちゃんのプロフィール見てみるといいよ。うん。無視じゃなくて、とつ待ちなんで、言いたいことがある人は、とつ上がってきてください。はい、こんばんは。いや、今から寝るから、こんばんはで会ってるよ。うん。いや、そこでカラオケが出てきたからびっくりしたんだよね。うん。うん。全然、上がって、質問するとかじゃなくて、トツ上がってきてくれたら話しますよ。はい。なんで先生辞めたのか、いろんな理由があるんじゃない？わかんないけど。うん。うん。なんだっけ、ゲンちゃんのちょっとプロフィールは、ゲンちゃんの、ひらがなでゲンちゃんで検索して、ふわっちなまぬしだから見てみて。ただね、ちょっとキャラ変してたっていうか、金髪じゃなくて、こう、色眼鏡じゃなくて、普通になんか違うキャラクターになってたからびっくりしたわ。うん、違うキャラクターに。生活保護をどんな人が語るべきではないっていうのは、言論の自由を理解してないんだろうね。日本向いてないと思うから、中国共産党とか北朝鮮とかにお勧めしてます。はい、中国共産党とか北朝鮮とかいう国があるんでお勧めですんで、言論統制されてる国にお引っ越ししたらどうでしょう。で、タバコ気をつけます。ありがとうございます。ご意見、ご感想、などね、コラボ上がってきていただければ、何でも受け付けてます。ただ、生活保護に関してはね、もう本当にツイッターに、後でリツイートするけど、ツイッターみんなフォローしてね、ツイッターで3分でわかる生活保護、そちらをね、ぜひご覧ください。そこに主張を3分間に全部まとめてあるんで、その上で反論をしてください。反論をするのであれば。生活保護を誤解して勝手に間違った解釈をして、勝手に批判してる人は間違いです。正しく現行法、法律を知った上で、で、もし僕は改正されたらその法律を厳守しますから。はい。勝手に自分で法解釈をねじ曲げて、ね、こうあるべきっていうのは違うと思う、俺は。現行法を守りましょう。国民も政治家も。僕の主張はそれだけです。ルールが変わったら僕はそれを守ります。で、国家のためになるかならないのかっていうのは、僕のポジションでは考えるべきことではなくて、僕ら、関わってる人たちが幸せになっていくこと以外は僕は興味がありません。不正受給が問題なんです。その通りです。不正受給が問題なんです。うん、僕は生活保護者の立場の人は、弱者いじめをしてるようにしか見えません。はい。別に働きたくない人でもらっても構わないと思ってます。なぜか、勤労に罰則規定がないからです。うん。国家がそもそも働けなんていうことはおかしいんですよ。うん。アンチからかかってこない。まあ、あんまりいないってことかな。
あ、なんかアイテムくれたかな。ありがとう。なんかバグってて見れないな。アイテムありがとね。なんだろう。あ、花火くれてる。ありがとう。ありがとうございます。ごめんね。エフェクトが見えなくて分かんなかった。花火ありがとう。そう。ちなみに、はっきりと言っておきますけど、僕は外国人が生活保護を受給することに関しては反対です。ここは明確に言っておきますね。外国人が生活保護を受給することに関しては断固反対ですからね。これは先ほども言った通り、憲法であったり法律を守るべきだっていう議論からです。生活保護、要はね、資本主義は競争社会なんですよ。好きなだけやればいい、競争社会。ただ競争社会、自由市場っていうのは敗者を大量に生むんですよ。前澤さんみたいに成功した人も、ホリエモンみたいに成功した人はどんどん稼げる社会。でもそこからあぶれていった人たちを守るのがルールなんです。先進国の。セーフティーネットがない先進国なんて考えられない。税金払う意味がない。国家が命を保障すらしなくなった国家になぜ税金を払うんだ。俺は断固守るぞ。うん、あ、これ、あれは台本、脚本書いたの僕です。はい。ただ、法的な裏付けが欲しかったから、小川さんをゲストにお迎えしました。ペーパー書いたのは僕です。セリフ、小川さんが喋ってるセリフも全部書いたのは僕です。ただ、僕が間違っていないかどうか、早稲田大学法学部卒業の小川さんにカンペを読んでいただいて、全く間違ってないと。その上であの動画を作りました。あのペーパーを書いたのは僕ですよ。プロデュースは僕です。うん、僕は僕ができることをやります。メガホンありがとう。じゃあそれじゃあ皆さん、僕はたくさん おしゃべりできてありがとうございました。コラボ突入に上がってくれたゲンちゃんとかゼダイさんありがとうございました。では皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。もし、ね、よかったら3分でわかる生活保護、賛同できる人はリツイートお願いします。あ、この考え方は広まってほしい、命が救われてほしいと思った方、いいねボタンとリツイート、ツイッターに動画上げておきますので、ぜひ、その一つのリツイートで救われた命ありますからね。何件も問い合わせ来てますよ。あの動画を見て救われたって。皆さん力貸してください。おやすみなさい。